ピンククレスのシークレットルーム。シークレットルーム第27回目始まりました。このラジオはピンククレスが自由にトークや企画を持ち寄り、女子会のように楽しむ番組となっております。はい、はい、ということで2本撮りです。イエーイ、はい、2本撮り今回も前回に引き続き私とひかちゃん2人でお送りしていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。ということで前回もちょっとぶっちゃけトークみたいな感じで昔の話をしたんですけど、まあなんか今日もね2人だけの話ができたらいいなって思ったんですけど、なんかお互いのなんかここが好きとか直してほしいとことか、ぶっちゃけみたいな、ぶっちゃけみたいなのをしようかなってなってるんですけど、これは衝撃的なラジオの回になっちゃうんじゃないですか。あ、ちょっと注意、閲覧注意なっちゃうかな。なっちゃうよ、もうすぐすれたっちゃうから。あ、仲悪いって不仲って好きだからね、不仲系の。なんでああいうのってさ、不仲をさすぐさなんか炙り出そうとするんだろうね。分かる。なんか逆に仲いい人の方が不仲説立つじゃん。あ、分かる。だってなんか仲良すぎてそれはちょっと嘘っぽいみたいなでも確かに私も思ったりするもん。なんかちょっと本当はここの2人仲悪いんじゃないのかなとか思うとちょっと面白くなっちゃうみたいなさそう、人間のそういうね、根本のなんかそういうの探したいですよ。そうね。まあでも私たちはね、まあ本当に仲いいもんね。なんか仲いいっていうかなんていうのかなそうだねって言ってくれないとじゃあ逆にさ、仲いいって言うとさなんかさ嘘くさいじゃない。だからうちらは普通だね。普通だよね、別に普通だと思う。普通、わかる。普通、なんか仲間って感じじゃない？そう、なんか仲いいっていうか我ら普通、仲間おっすなんか直してほしいところ、ここが好きってところ、じゃあ好きから言ってこう。じゃあひかちゃんから。じゃあ私ね、でも好きなことからつながるんだけど、あ、そうなの。そう、なんか好きなのはなんか普通にやっぱり喜怒哀楽が激しいっていうか、そうなんていうの、ちゃんと素直に出るじゃん。そういうなんか嬉しい、悲しい、怒りも出るし。出るね。だからなんかそれはすごいいいところだと思うし、二辺の魅力だと思うの。ありがとう。で、だけどなんかそれで一個直してほしいところはなんかにつながるんだけど。怖いよ。で、なんでタイのティッシュ使ってんの？ファンの人からもらったティッシュだ、これタイだっけそれ。多分タイだったと思うそうだね。で、なんかその怒りとかが結構出やすいじゃん、割と出るね。で、素直に出るじゃんいいことってか、素直でいいなって思うんだけど、なんかその、例えばアドバイスね、アドバイスとして今すぐ怒りの沸点に達するじゃん。で、その後に沸点に達した後、そのまま怒りをぶつけるんじゃなくて、1秒1回頭で考えて怒った方が二辺の損がないと思った。すごいちゃんとされたんだけど待ってちょっと待って。なんかね、一応これさなんかまあ YouTube でさ出してもらってるじゃん。で、なんかまあ私もね、まあぶっちゃけなんかぶっちゃけトークしていきたいと思いますとか言っときながらまあね、触りの感じと思ったの。すげえちゃんと注意されたんだけど違う注意とかじゃなくて、一歩なんか引いて考えられたら多分の方が絶対二辺の損がないし、HP は減らないと思うの。HP だってさ、怒りってさ結構疲れるじゃん。疲れるじゃん。私も結構さ怒り割とすぐ出ちゃうタイプの顔とかに出ちゃうの。だけど出るんだけど言葉にするのは一個控えるの。一歩待つのね。あ、でもその方が光は静かに怒ってるイメージあるわ。で、その方が絶対論破できるし、論破できる確率の方が高いの。一回冷静になって頭で考えてるから。いや、そういうことね。わかりましたじゃあもろもろじゃあ気をつけたいと思いますはいはい、ちゃんと注意されました。でも本当にいいと思う、素直なのは。分かった。本当に思ってるよ。ありがとう。そうだね、響かなそう。いいよ、じゃあどうぞ逆に。そうだね、ひかちゃんのいいところ、別にいいよとか直してほしいとこ。なんかね、細かすぎても覚えてないんだよね。なんかもうそうなのよ。だからなんか私とひかるは似た者同士っていうよりかは正反対だよねってこう言われることはすごく多いと思うんですけど、だからこうなんていうの、怒るポイントとか人にこうイラッとするポイントもちょっと違ったりとかする時があるんですよね。まあ人は誰でもそうだと思うんだけどで、そういう時にあれですね、ひかちゃんはこう見えて意外と頑固者なので、一回ゲーム自分でもうこうだってなったら意外とひかちゃん曲げないんですよね、だからその時はおい曲げろよと思ったりはするけどでもなんだろうね、なんかでも私もなんか考えた時にそれしかなかったの、そうなんかそのね、そうだからいいところだからもっといいところを生かせてほしいと思って、うん、私はそれが思いつきました、ありがとうっていう話。最近ねでもね怒るのやめるようにしてんだ。あ、そうなの。でも確かに出会った頃の方がもっとなんか怒ってたっていうか、うん、てかなんかねそういうね本当 HP がなくなってきた。そうだよね、疲れるよね。疲れる。なんか怒ることに対してめっちゃ割と本当に体力使うんだなって思う。私この前ね。計算したので15分が一番限界だった。怒り続けるのが15分が限界だった。あでそう15分が限界なんだな自分。もう本当に怒りの沸点を15分継続するだけでマジ12時間寝れるぐらい超疲れるの。疲れるよね絶対。疲れだからもう人に憎しみとかそういうの持つのが一番疲れるから一番はね記憶から消すことだね本当寝て記憶から消す。確かに寝てねすっきりするのとは全然いいよね。うんそうですね、うん、まあ楽しいこといろいろ増やしていけばいいかなっていう感じですね、うん、そうですね。はい、ということで、コーナーに行きたいと思います。はい、ピンククラス会、SNS にて皆さんからいただいた質問に答えていきたいと思います。はい、まず1つ目です。チャッキーさんからいただきました。ありがとうございます。寒くなってきましたね。そうね、うん、通勤が毎朝とても辛くなってきました。そうね、何かおすすめの防寒対策などありましたら教えてください。防寒対策か、でもなんか普通にねヒートテックとかさ、うん、もう無難なやつしか思い浮かばないけど、うん、でもなんかさ、うん、手袋とかさ、うん、こだわってる人いない？なんかね、iPhone タッチできるやつとか、なんか素材とかをめっちゃ気にする人とか、本当いる？うん、なんかいるイメージがあるけど、私真冬でもあんまり手袋しないんだよね。え？本当？自転車とか乗ってても？うん、自転車乗ってる時とかにはするけど、でもなんか、うん、でもあんまつけないの。あんま手袋が好きじゃなくて、だからでもなんか年々ね寒さに弱くなってきたなって思うの、うん、なんかもうまだ11月12月ぐらいだけど上旬だけど、あれこんな寒かったっけ冬ってって毎年思う強さが変わってきたっていうか、いや手足の冷えが耐えられなくなってきたのは確かに事実。なんかもう高校生の時とかさミニスカートでさ生足で全然チャリこいだから、真冬でも、ね、でも寒くなかったんだよなぜかわかんないけど。そうだね、うん、スカートは履けなくなってきたかも冬に。そうなんかさ絶対長いの選んじゃない？絶対長いの選ぶし絶対中に桃引きみたいなの履くし。わかるわかるわかる昔より履かなかったけど、確かにまあ本当皆さんがもうやってるようなことを私たちもやってるって感じよね、うん、なんか玄関寒いなって思わない？思う。寒い。なんかそれが耐えられなくなってきた最近、うん、玄関寒いって思う。だから電気毛布とか買おうかなって思ってる今年は。いい、ね、うん、寒いしこたつとか入りたい、ね、そうエアコンがねエアコンの乾燥に応える肌年齢になってきたので確かに、うん、そうね、ね今年はね、まあ、そういうものでぬくぬくいきたいと思います、うん、気をつけてください。はい、ということで次に行きたいと思います。はい、小高井さんからいただきました。ありがとうございます。そろそろクリスマスがやってきますね。そうだね、はい、あともうちょっとだね、うん、自分へのプレゼントは買う派ですか？今年はどんなものを買う予定ですか？って言ってます。プレゼントか買う？買わないかも。自分にでしょ、うん、なかなか買わないね。私もなんか買ったことはない気がするけど、うん、当日にケーキ食べるぐらいクリスマス会とかなかった。あとチキンとかね、うん、それぐらいだよね。それぐらいだね。でもね私今年ね、うん、今もうすでに欲しいものがあってそれをクリスマスプレゼントみたいな感じで自分に買おうかなって思ってるやつはある、うん、何？なんかちょっといいブーツなんだけど。あ、ブーツか、なんかミスタっていうところのブーツなんだけど、うん、めちゃくちゃなんかビームスで売っててそのインポートの商品なんだけど、なんかその友達が働いてるから、うん、そこを遊びに行った時に、うん、他のものを買ったの。スカートを買ったんだけど、うん、でその時に試着した時に、うん、なんかブーツも探してるんだよねってポロって言ったら、うん、このブーツめっちゃいいよって言われたの友達にね、うん、でそれが試着してみたら私ブーツってかあんまヒール履かないんだけど。そうだよね。なんかめちゃくちゃね履きやすかったの。やっぱいい靴ってそうなんか本当にいいなって思って、うん、それはちなみにいくら？そのめっちゃ高いの。あ、高いわ。多分今マイク通ったと思いますけど、うん、マイクの上でこの子を言いましたからねね、結構でもちょっとブーツにしてはまあそれなりにするんだけど、めちゃくちゃ可愛いのよ。しかもなんか素材感がなんかめちゃくちゃ可愛くて、ぜひね皆さん見ていただきたいんですけど、ひかちゃん服とかさ、こう自分の身につければ素材とかもちゃんと気にするタイプだよね。結構なんかこだわりあるよね。これの白と黒があるんだけど、これがするのそんなに？でも本当に履いてみてほしい。私ブーツで履いてこんなに感動したことはなかった。見た目はさ普通だよね。うん、でも可愛い。なんかこの素材の感じとか、あとなんか白もなんかクリームっぽい白っていうか真っ白じゃないから、なんかこの春とかでも全然使えるしみたいな。そうだね、もうめっちゃいいと思って、まず色から悩んでるのね。どうしようと思って。なんかでも流行りっぽいの、こっちのクリーム色じゃない？そうね、今年今ねこの色流行ってるよね。今年流行ってる。でもずっと使えるのは黒じゃん。黒だね。じゃあもう黒にしとけば決まり適当でしょ。うん、決まり。確かに流行に流されてはいけない。これ高いもの買うときに、黒だよ黒。でもさ、これさみやちゃんにね相談したのよ。みやちゃんどっちがいいと思いますかって言っていろいろこう話をしたわけ。したら分かったどっちも買いなって言われて、さすがですさすがですちょっとどっちもですかって言って、そうでもなんかまだ迷ってて、どっちにするかはちょっともうちょっと悩もうかなっていう。なるほど、まあまだ日にちあるからね。そうだからこれをクリスマスプレゼントにしようかなって思ってる。あ、そうね、今年ね結構いいね、いいもの買うね。そうでもなんかやっぱ靴とかっていいものを持っといた方がいいじゃん。靴とカバンとかっていいって言うじゃん。だからなんかそう、私コンバースとか大好きだからさ、スニーカーばっか持ってるのよ。でなんかブーツもマーチンとかしか持ってないから、なんか一足欲しいなって思ってたから、そうちょっと買っちゃおうかな。まあね、まあこのラジオを聞いてるね、まあファンの方がいるわけですよ。だからもう分からないですよ、もういろんなサンタさんが。いやいやいや、生でもなんかちょっとね、そういうことになってますよね今ね。そうなの。じゃでもね、これ本当におすすめだからみんな履いてみてほしい。あ、じゃ女の子とか。ってことね。そう。本当に履いたら多分2円欲しいってなると思う。分かった。っていう感じ。分かった。そうだから迷ってるよって。迷ってるってことですね。私欲しいもの。なんかお願いするみたいになっちゃうじゃん。そうやって言うからそうなっちゃうんだよ。私が欲しいものは、なんかやっぱりファンの皆さんの声援かな。はい、ありがとうございます。やっぱそうですよ。ファンの皆さんのね愛が一番欲しいなと思います。でもさ、クリスマスプレゼントだけでいいの？いやです。私ずっとがいい。毎日がいい。毎日欲しいということでね。まあこんな感じで、ピンククレスに聞いてみたい質問、やってみてほしい調整などは皆さんからのお便りをお待ちしております。詳しい内容はピンククレス公式ツイッターをご確認ください。ピンククレスのシークレットルーム、ピンククレスからのお知らせになります。フミフェスボリューム6三祭りに出演が決定しています。はい。12月の28日、柏パルーザにて行います。はい。チケットの一般発売が12月の7日10時からでも始まっているので、ぜひぜひまだねチケット取ってないよって方はぜひそちらの方でチケットの方チェックよろしくお願いします。そして、来年のですね2020年3月の15日にもイベントに参加が決定しておりまして、はい、GIG 高橋ツアー2020という、場所がですね新宿ブレイズにて行います。はい、チケットの一般発売はこちらが12月の14日明日ですね、明日からとなります。はい、詳しくはピンクプレスのホームページをチェックしてください。はい、そして2兵からの個人的なお知らせになりますが、調布 FM ラジプラですね、こちらレギュラーで参加しています、はい、ラジオ番組になるんですけれども、はい、こちら日曜日23時からやっていますので、ぜひねリスラジというアプリをね、ダウンロードしてご視聴いただけますので、皆さんぜひチェックお願いします。そしてこの、ね、ラジプラという、ラジオは他のグループの子を含めて、私含めて4人でやってるんですけど、もうこの4人で1月18日土曜日に公開収録ですね、そしてラジプラのメンバーで生バンドでライブをしようということが決定しました。こちら昼頃からの、時間になってまして、場所は新宿ケントスで行います、はい、一発目のライブなんですよね、私にとっては2020年の。そっかそっか、そうなので、こちらなんかファンクラブ会員とかないので、うん、もう皆さんお友達誘ってね、皆さん来ていただければ嬉しいなと思います。よろしくお願いします。お願いします。メンバー仲良くなった？うん、めっちゃ仲良しよ。同い年ぐらい？みんなお姉さんなの。私一番年下で、あら、みんなお姉さんで。そうなんだ。うん、でもなんかあんまこう年の感じとかもなく、みんなでこうすごく一緒に頑張って面白くしていこうねみたいな感じなので、そうセットリストとかも自分として組んだりとかして、もう入念にねリハーサルを行ってる最中ですので、ぜひぜひ皆さん楽しみにしてください。はい、ということで、このラジオの感想など質問など何でも構いません、うん、SNS で投稿していただく際には「ハッシュタグシークレットルーム」で投稿をお願いします。お願いします、はい、ということで、じゃあ今週は以上になるんですけれども、まあ2人でやってみてね、いやこれはまあこの回はこの回で楽しんでいただけたらいいな。そうですね、私はね一番初めのねあれが地味に聞いてます。なんで、はい、1秒怒りを待つということです。わかりました。これは直していきたいと思いますね。そうだね、はい、私も気をつけたいと思います。はい、はい、ということで、じゃあ今日はですね、みへちゃんの、じゃあその優しい女の子というイメージで挨拶の方お願いします。はい、今回の配信はこの辺でお別れになります。バイバイ。それ優しいの？優しい、これが最高に優しい。はい、第27回目聞いていただいてありがとうございました。まあね、前回から引き続きひかちゃんと2人でラジオってことで、なんかハロドラの時にまるちゃん含めて3人で撮ったなっていう記憶はあるんだけど、確かに2人だけは初めてだなと思って、なんかすごく新鮮でした。でね、やっぱねみやちゃんのね、早くみやちゃんとも話したいなとかも思ったし、なんかそうですね、また来週の放送もねぜひ皆さん楽しみにしてほしいなと思います。最後まで聞いていただきありがとうございました。バイバーイ。